なんだ、調子良さそうじゃん。あんたを見習って、私も頑張ろうかな。ギターさえあれば、世界のすべては、私の足元にひざまずく。なんてな。さあ、音楽の魔法で、みんなまとめて、私の作った最高の世界へ連れて行くよ。覚悟しな。みんな、ついてきてくれてサンキュープロデューサー、私の魔法最高だろ？ん？最高に可愛い？あのな、魔法にかかりすぎだっつーの！ったく、ボコピー。サンキュープロデューサー、今回のライブは自分でも驚くくらい気分が乗ったんだ。今もなんだか体がふわふわしちまってる。もうしばらくこの感覚に浸っていたいな。みんな同じ気持ちなのかな。あのさ、もしも私が本当に魔法使いになりたいんだって言ったら、笑うか？ああ、不思議な力で奇跡を起こすのが魔法使いだろ？実際、歌だって魔法みたいなもんだと思うんだ。聴いてる人の心を少しでも変えることができれば、奇跡ってやつが本当に起きたってことじゃないかな。いや、私なんてまだまだこれからさ。よくて魔法使いの弟子、それは自分が一番よくわかってる。だけど私は本物の魔法使いを知ってるよ。知りたいか？それはあんただよ、プロデューサー。あんたは歌いもしないくせに、私の心をいつだっていい方に変える。私をここに導いてくれたあんたこそ、本物の魔法使いだよ。ってことで、これからもよろしく頼むぜ、私の魔法使いさん。なあプロデューサー、私は道具に対するこだわりって嫌いじゃないぜ。私の相棒みたいなもんだからね。スピーカーやアンプも時々手を入れて大事にしてるつもりだよ。ああいうものは大切に使えばきちんと応えてくれるもんだと私は思ってる。だから感じるんだ、あんたの気持ち。私の衣装を大切に作り上げてくれてるだろ。いや、そういうことじゃなくて。たっくん、分かってないな、バカピー。私はハートの話をしてるんだよ。あんたは真剣にアイドルの私とロッカーとしての私を見てくれてるって衣装を見て感じたんだよ。だから仕事だからとかそういうんじゃなく、ありがたいしその心意気に応えたいって言ってんの。そういうこと。衣装に負けないように私も頑張るよ。見てな、私の本気。あんたのおかげでかなり火がついたよ、プロデューサー。
世界を作る、か。まあ、いつもやってることだよな。私のロックで、世界を繋いでいくんだ。私の世界のルールは、ビートを刻め、それだけさ。自分で限界なんて決めたくないね。とことんやるから、最後まで付き合ってもらうよ。面倒かけたね、プロデューサー。だけどもう平気さ。やれるよ。これまで以上にね。サンキュー、プロデューサー。この礼はいつも通りステージの上から返すぜ。いいか？惚れんなよ。なあ、プロデューサー。ここに来るまで、私は一人で世界を作ろうとしてた。でも、そこにあんたが現れて、やっぱダメだ！やめやめ！とにかく見せてやる。何よって、決まってんだろ？あんたと作った、心を焦がすステージだよ！いいぜ。準備は整った。私の世界で、全員好きなだけ弾けな！やけどすんなよ。
扉開けてさあ行こうよ、私たちの何しやったら。Thank you.